勝負するの、そういうゲームじゃねえだ。みたいなムーブだな今の。うわ、どんな入り方だよ。さらに覚醒バンダルの使い手ロブがこのポイントに控えています。フラッシュ避けられません。おい、めちゃくちゃ楽しそうじゃん今のは。いや、これ取りに行きますね。逆にガレージを取りに行きます。こうなると窓が怖い、さらには正面のガレージも怖い中、フィスカーこの位置、高い位置を取りました。恨みはファントム、リレーボルトが入ってくる、何もできない。スライディングからのデプ、強い取りますが、ミンティダブルキルだ。おお、強い。裏からラブ、こう見るとネオンマジめっちゃ強いね。まあ、強いよね。ウルドック3点バー。ここは壊されてる状態か。トレードマークのみ。これはドライで入るような形でしょう。トレードマークにはバレないように入っていくが、そこを警戒しているデップ。見ていますね。いやー、ちゃんと見てるな。リレーボルト。お、勝負するの。そういうゲームじゃねえだ。おい。かなり苦しい状況の B サイト。みたいなムーブだな今の。A 側からのプラウラが流れますが、B 側からは今度はシーリンクにプラウラを流していきます。ナイトホールが。そういうゲームじゃねえけど、ネオンはこれが正解なんだな。新サイトに引き込んでいくシュガーゼロ、そしてディフェンダー裏から黒カバーに入ったバズ、そしてバズはそのまま A サイトへ飛んでいくでしょう。取りに行く気だ。この飛びワンチャンあるな。ヘブンにも登れる。どうする。モクモニクあるし怖え。これヘブンにシュラウドステップへ行くか。うわ、さあこれで分からなくなった。うわ、スモーカー勝負、得意のインスモーク、バズ対シュガーゼロ、位置がバレた、角度を変える、出てこいと立ち回りを変えるバズ、ワンワン。うわ、さすがさすがだな。非常に熱い攻防でしたが、いや今のバズもワンチャンスは作りました。ここもデップのね、振り向き、覚醒だろ。 B 中をよく我慢できました。いや、くっつえ。おお、抜きで消せたからな。うわ、この一本でかっ。追いかけていくぜ、マジででけえこの一本。マジですね。開幕のさあ、天の位置がバレました。ここは反応なし、フラッシュを入れる。今のワンプレーでスモークも使わせて後ろに下がらせるきっかけを当たってる。一発ちょっと打っちゃったのが当たっちゃいましたけど、当たってましたね。ラズの位置は今度は B に。このラウンドのゼータ、このツールドフォースが要ですからね。ラズかラズキラか。 A バサミに入りますが、裏から B、 なんと天がセンターから、しかし足元は効いている。フィスカーも後ろ警戒できていました。 A 中の制圧、設置完了。ラストはディフェンダーサイドからの寄りです。どう動いても負けないんですけど、フィスカーノリノリっすね。負ける気がしませんよね。どんな動きしてもフィスカーは安定感がありますね。マジで強い。敵にこういうジェットいたらランクマッチ大体負けるもん。大体負けるもん。敵にこうやっていくと、いや、ジェットでこれやられるとね、しかもこれ一人で入ってきてキルボーン取るじゃん、ね、さっきの A も A サイドもそうだけど、マジランクにこういうのいたらもうまず負けない。おお、裏からファントムが隠れてます。3名が入っていく、黒、そして天、手前にはデップ、ファーストブラッドロブ、おお、フラッシュが取ってた。バズが入る2段構えだ。ここは黒の勝負、よく対応した。フラッシュが取ってた今。問題はフィスカーの位置でしょうね。ヘブンにいるのは分からないでしょう。フィスカーの位置、でかい。ただフィスカーの位置、スモークタイター、うおー、フレードソム外した。ラズのオペレーターで、ポジション的には相手の裏ヘブンまで取られてたのに、ね、そうですね、うん、で裏取り警戒もめちゃくちゃしてたのに、ファブ後ろを取られて、あのワンキル先に取れたのが、トンチは取られて取ってカバーされて の、ね、うん、あの順序が逆だったら多分負けてたの。メイン取れずに先に取れるのが取れたから、マジ世界線変わったなあれ。手前に、まあ、最終この C 止まったら A 展開というところも考えているでしょうか、うん、どういうセットを見せてくれるのかゼータ楽しみですね。斜めに来てる、リレーボルト、ファーストレーン2個目のリレーボルト、後ろからは天のゼロポイントまで入っていました。ファーストブラッド、シュガーゼロ、バズが中で抑えました。ハントが中に入っていって右クリック、デップを抑えていきました。ここはシーズで動けない。おっ、勝ったのはハントムだ。
2オン2。そしてラズがワークをして窓からダブルキルを割りました。すごいなネオンの入り方。やはりこのどうなってんだあれ、天のよりこうアグレッシブなフィジカル勝負を挑んでるように見えます、ね、この武器でも綺麗に入れたらかなりスピードつきますからね。この A サイトとか狭いからスティンガーの方は俺むしろ強い強いと思ってるわ。まずはホーンと壊していくスピードアップのデップリテイクの形を取っていくパブです。ファーストレーンリレーボルトこのまま入っていくホーンとまで使いました。こうなると面白いな。黒は相手の取り返しに対するホーン。ロングにスモークパラノイアを入れての取り返しはまずデップを抑えました。面白いなマジで。リレーボルトあーダブルピーク惜しいな。その間に黒がダブルキル取りますがミンティーロブと逆にキルを取り返していく。最後はヘブンからの射線ミンティーだ。ロックダウン出てくるのを待っているフィスカ角度を変えているがヘッドラインが変わっている。逃げ切ることができない。ただ正面からプッシュが入っている。デップラズここで2段構え。リエボルト返していく。デップダブルキル。スライディングトリプルキル。相手のロックダウンからの取り返しはものともしませんゼータ。おお。からのこのジャンプスライディングマジで別ゲーだわ。挙動がこれ多分まっすぐ飛ぶんか、まあ、多分飛ばないと思うけど、まあ、近距離だから関係ないんだろうな。あれは絶対反応できない。バズが落とされます。11トレード。これどこにどうスキルを入れてんだろう。深くまで入りました。ゼロ距離フラッシュから入っていくがここはフラッシュ反応あり4対2の状況。逃げていくデップその素振りを見せます。逃げていく怖いですねこれは。ジャンプピークで見えました。もう入ってくるところは全員でハエを叩くようにスイスカを落としていきます。マジで別ゲーやってんな。あのセットはエコラウンドだとちょっと。それでも行くこのゼータ。ファーストレーンから入っていくリレーボルト手前遠くバックサイドにポイントが入った。うわどんな入り方だよ。さらにリレーボルト、うん、あ見ていない。うわっ強い。半端で設置完了に何を望む。いる位置が分かった。ただ裏も怖い。ホームとバレた。解除フェイク。この打ち合いではラズです。早いセットアップ形と思わされますね。さあ音聞いてもリコイルしてんだろ。ガレージへのプレッシャー。デップデップ止まらない。食らいながらも走る。超楽しそうすぎる。ナイトホールの準備だ。まあ、A はもうトラップに任せて明け渡すと思うんですけれども。剥製バンダルの使い手ロブがこのポイントに控えています。フラッシュ避けられません。おいめちゃくちゃ楽しそうじゃん。今のは超楽しそうじゃんこれ、うん、あれ無理だよ。セットアップラッシュをどう止めますか。絶対無理だよ今の。サイドを打って時間稼ぎガレージまでは捉えられました。そしてここでロックダウンからシーカーまで切っていくでしょうミンティ。いやこのポジションどうするんでしょうね。スモークがない中の取り返し。ツールドホースを持っているラズ。ファブどう対処する。これ開始スモークからフィッカーハーフいった。グラビティウェルテンダブルキル、ダブルキル。うわっつー。13対10。ファーストマップヘイブン1ゼータディビジョンです。全く違 う, こう顔が出てきましたね。そうですね。こんなこう盗撮が取れてスピーディーでかつ相手を荒らしていく、はい、今のはある種こう